ピコです。いえ。あなたなり様、ゆり子様、本日もポチッとありがとうございます。ということで、皆様、家事育児お仕事、お疲れ様でございます。頑張ってて偉い。ということでね、いやー、産後ですね、今ね、生後じゃない、産後、5ヶ月、あっという間、5ヶ月になりまして、悩んでいることというか、辛いことがあります。タイトルにもある通り、ちょっと今日はね、産後の生理について、話していきたいと思います。はい、いや、本当にひどいんですよ。いや、もともと私、妊娠前の生理は量はもう全然少なかったんですね。本当に1日1、2枚ぐらい、3枚も買えないんじゃないかな。まあお風呂とか、そのタイミングがね、下着変える時に、ナプキン変えるってぐらいの量だったんです。それぐらいの血の量で、別にそんなに、毎回多いわけでもなくて、余裕って感じでしたかね。だけど、1日目、2日目がめちゃくちゃお腹痛いので、薬はもう絶対飲まないとダメっていう感じだったんですよ。まあ、なんか薬飲めば、まあ、なんとか。薬飲まなかったら地獄だけど、薬飲まなかったら、まあ、いける。まあ、そんな感じだったんですけど、なんか、出産した後の生理の血の量が本当に、もう、やばすぎて、もう、びっくりなんですね。もうね、なんだろう、こんなに変わる、なんで、なぜこんなに変わるのか、病気なのかって最初に思っちゃうぐらい、量が本当に毎回すごくって、ま、もうね、もう5ヶ月経って、ちゃんと生理が来たのがね、2月の、産後系ホテルに行ったぐらいだったので、あの時が生後、2ヶ月でしょ、今、4月だから、4月で5ヶ月、3ヶ月ぐらい、産後3ヶ月の生理の時が初めての生理だったんですけど、そこは血がすごくすぎて、病気かなって本当に思うぐらい、ずっと3、4日目、6日、7日目では終わったんですけども、それまで全然量が減らないみたいな。体のどこからお腹か、どこからそんなに血が出てんのみたいな。それこれ溜め込んでんのっていう感じの恐ろしい量だったんですよ。ちょっとなんかね、この話ちょっとあんま嫌な、なんかネガティブ的な話になってしまうかもしれないんですけど、そんなに違うんですよっていうことを伝えたいんですよ。もしかしたら逆で、いや、産後めっちゃ軽くなったっていう人がいたら、ぜひコメント欄にお願いします。そういう方もいるのかわからないんですけど、っていうのと、あとね、すごい思ったんだけど、やっぱり生理っていうのはさ、女の人しか来ないじゃないですか。当たり前のことなんですけど、世の中に女の人がいっぱいいて、でも女の人で生理が前が来るけど、症状がもう全然違うじゃないですか。なんか PMS だっけ、なんかもう生理来るとすっごいイライラがもうめちゃくちゃすごくて、なんかストレス溜まっちゃう子とかもいるらしいし、量が本当にずっと多い人もいれば少ない人もいて、お腹が全く痛くない人もいれば、すっごい症状が重くて入院しないといけない人もいるぐらいだから、なんか同じ女性でも本当にしんどい人、辛い人もう世の中にはいっぱいいるから、本当に思いやりを持って過ごしていかないといけないなって改めて思いました。本当にね、まあ、この機会を通して、生理の大変さだったり、出産、妊娠出産で体質がこんなに変わるんだ、改めてすごいことなんだと感じました。なので、もし皆様、もし男性の方も、多分元カノとか今カノとか、ね、今の奥さんとか元奥さんとかね、いっぱいの女性とお付き合いされたりとかする方いると思うんですけども、その方それぞれの症状だったり辛さも結構差があるので、まあ前の彼女はこんな感じだったから同じように接しようってなくて、その人の症状とか結構話を聞いたりして親身になってくれたら嬉しいんじゃないかなって思いました。あとはやっぱ付き合いが長くなってくればくるほど、なんか当たり前に
なってくるというか、あ、また生理ね、はいみたいな。最初の頃はさ、なんか心配したりとかさ、あ、今日生理だ、大丈夫、体調ね、あのなんか食べたいものあるとかさ、あったかいものいるとかさ、気にしてたと思うんですよ、付き合いたてとか。だけどだんだんさ、もう付き合い長くなってくるとさ、生理の半みたいな、わかんないけどさ、なんかさ、ちょっと雑になってません、大丈夫、雑になってくると思うから、結婚何十年目とかさ、なってきたらね。いや、ちょっと男性の方は、その女性でも人それぞれ重さが違うし、毎月来るからちょっと当たり前にできたのとか思わず、ちょっと毎回本当に親身になった声のかけ方、嘘でもいいからさ、もう声かけだけでもいいから、こうやってる風な感じでもいいからさ、してあげるとすごく女性は嬉しいです。宝塚だったんですけど、宝塚だと舞台2時間半とか3時間ぐらいあるんですけど、もちろん休憩もあるけど、出番によってはずっと出ている状態だったり、その出てなくてもね、着替えとかさあるじゃないですか、化粧直したりとか、ずっと暇でぼーっとしてるわけじゃないんで、だから頻繁にそのトイレに行って帰る、ナプキン帰るとか、そういうことができないこともあるし、しかもほらダンスもするでしょ、ダンスするとか、ロケットっていうさ、みんな見たことあるかな、網タイツでもう V ラインこうこうとかずっと見えないの、コマネチしてるみたいな、私あれこうやつ、早出くのやつとか着るから、お客様にさ、もし足を上げた時とかにさ、ナプキンとか見えたらもう厳密の目じゃん、そういうのも絶対見えないようにとか、夢をね売るお仕事なので気をつけたりとかするの、すごくそのね部分には注意を払ってるし、あのもし血がさ衣装とかについちゃったら落ちなかったりするわけよ、ね、そういうのも絶対ダメだからさ、またそのね、宝塚に限らず、たるバレエとかもそうだよね、全然何回も何回もトイレに行けるお仕事ってそうそうないじゃない。だからちょっとお互いこの動画を、ね、もし見てくれた上司の方々とかいたら部下にちょっと気遣いの言葉だったり、しんどい人もいらっしゃると思うので、ぜひね優しく接してくださったら嬉しいと思います。はい、ということで本日はこのようなちょっと生理についての動画でございました。生理中の時もそうですけど、自分を一番大切に思って過ごしてください。私は今日はファンの方からいただいたダークモカチョコチップフラペチーノを飲んじゃいました。はい、皆様も本当に家事育児お仕事とね忙しい中、このね動画をいつもポチッと再生をしてくださったり、コメントわざわざ本当にたくさん長文で書いてくださったり、時にはこうなんだろう、お叱りの言葉というか育児のさアドバイスとかさ、時には厳しいお言葉とかもさいただけて本当にありがとうございます。私も母になって5ヶ月で、まあ、全然ね、良いお母さんというか完璧じゃないし、失敗もいっぱいしちゃうけども、ありのまま動画にするので、何じゃないの、これこうじゃないの、こっちの方がいいよとかあったら気軽にコメントいただければと思います。皆さん本当にいつもありがとうございます。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。